ていうカメラを使って何回か車載動画撮ったんですけどね、ちょっと編集がちょっとプレミアが起動しないとかちょっといろいろとあってなかなかアップロードできてないんですけど、なんか360のカメラを使ってせっかくこの窓がたくさんある車なんで、まあ、特にモデル3なんかで360カメラ使って車載動画撮ったらもっといいなと思ったりしたんですけどね、まあ、ちょっとなんか今後そういうのも上げられたらと思ってはおります。モデル X は、ね、ここまでしかないですからね。モデル3いいっすよね、やっぱね、うん、で今回はですね、ちょっとオートパイロットについてのお話なんですけど、オートパイロットってこのモデル X、 自分が乗ってるモデル X は AP2.5 っていう、まあ、コンピューターが入ってるわけですよ。で最近のまあモデル3を日本に来てるのは全部AP3.0 って新しいのが来てるらしいので、おそらく精度もまあ違うのかなって感じはするんですけれども、オートパイロットについては動画上げられてる方結構いらっしゃるので、その方たちの見てるとなんかこれより精度いいんじゃないかなってやっぱ思うんですよね。で今日ちょっと高速でどうしても移動しなきゃいけないのがあったんで、今帰りで移動してるんですけど、朝来る時にオートパイロットを使って、まあ、運転してた時にトンネルに入った時かな、トンネルに入る瞬間に急減速かかったんですよ。それがね、行きで3回あったんですよ。だから怖くてオートパイロット外したんですけど、これ皆さんあるのかな、テスラ乗ってる方でどうなんだろうと思って、今までアトランタ PHEV 乗ってる時にレーダークルーズコントロール使ってる時は、まあ、やっぱレーダーでやってるだけあって、トンネル入ったからっつって暗くなったからって言ってね、急にブレーキかかったりとかなかったんですけど、ね、まあ、新しいアトランタはカメラで見てるみたいですけど、まあ、そういうのなかったんですよね。だから今回その初めて、まあ、トンネル、まあ、高速でこれだけずっとオートパイロット使ったのはちょっと初めてだったんで、結構びっくりしたんですよね。で、最初は、トンネル入るときにガーって、まあ、10キロ、20キロぐらい一気に減速して、例えばこの道路は、まあ、制限かかってないんですけど、80キロだったら80キロじゃないとステアリングの操作は受け付けませんみたいなのがあって、それで減速かかるのはまあ前もあったんですけど、今回の前走なの関係なくて、もう急になんかクーンってなんか、ブレーキかかる感じ、まあすぐ戻るんですけど、でも3回目はトンネルの中走ってる時にトンネルの中間ぐらいになって急にグーって60キロぐらいまで下げられたんですよ。まあ、後ろに今日車いなかったから良かったですけど、ちょっとビビりましたね。これはあ、こんなこともあるんだと思って、どうなんですかね、これって不具合なのかな、それともこういうもんなのかな。でもちょっとね、トンネルで何もないのに、前の障害物も何もないのにそうなるって、お化けがいるのかなんだかわかんないですけど、ちょっと使えないなって正直思いましたね、これね、今回のオートパイロット。一般道でも結構急カーブが多い、なんていうんですかね、山道じゃないですけど、まあ、国道なんですけどね、結構急カーブの多い国道なんかも試してみたんですけど、まあ、そういうとこは全然問題なく曲がれたりもするんですけどね、ちょっとトンネルでの今日の急ブレーキはびっくりしたな。後ろに車いなかったからまだ良かったですけどね、そんなこともまあありましたが、まあ、それ以外は概ね良好で、すごい楽ちんです。本当に。やっぱハンドルのアシストがあるだけですごい楽ですね。まあ、なんかあった時やっぱまだ怖いんで、どうしても手は添えちゃってますけど、結構力抜いてるところも多いかなっていう感じはしてます。長距離運転もね、だいぶ楽だと思います。ただ車がね、密集してくると怖いですね。はい、3車線なんかで、ね、真ん中走ってる時は、両サイドからこう車が来たりするとやっぱちょっと怖いかな、気持ち的にねちょっと思います。まあそんなところですね。だからちょっと今日オートパイロット使ってて、まあ、そういったことがあったんで、もし他テスラ乗られてる方でなんかそういったことがあるよとか、それは不具合じゃねえみたいなのがあったらですね、ぜひちょっとアドバイスも欲しいなと、はい、まあそんな感じです。ということで、まあちょっと今日の雑談はこれぐらいにしときたいなと思います。こんな感じですね。テスラ関係のお話ですとか、パソコン関係、カメラ関係、車関係、なんかいろんなことを好きにやってるチャンネルでございますので、この動画見ていただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また、この動画が良ければ、ぜひ高評価の方もよろしくお願いいたします。Twitter、インスタでやってますので、よろしければフォローの方お願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。すいません、レーダーがぐちゃぐちゃうるさいんですけど。取締エリアです。